皆さんこんにちは。ガラの伊藤和久でございます。今日はですね、またスペシャルゲスト、すごいゲストを呼んでしまいました。えー、こちらあ今もステー出演いただいている水野様でございます。よろしくお願いします。伊藤先生、ご容赦をいただきます。水野でございます。よろしくお願いします。あのちょっとよろしければ早速なんですけれども、はい。ご紹介を簡単にしていただいてもよろしいでしょうか。はい、了解いたしました。えー、現在白宝堂監査室に所属しております。 水野と申します、えー、広告会社である博報堂で、私はずっとキャリアを築いてきました。うん、実年齢、現在59歳です、はい。ですから来年が定年ということになります。実はいろいろなことと先ほど申し上げましたけれども、国内営業から始まり、うん、英語が喋らないにもかかわらず、海外勤務をさせられる。うん はい、その後帰ってきて、英語喋れるようになったから、M、M&A の交渉をやれと言われ、その後中国・上海に赴任し、そして2018年4月から監査室に所属しているという、一つの会社でいろんなことの経験を積ませていただいている次第でございますありがとうございます、はい、え皆さん、視聴者の皆さん、この水野さんなんですけれども、そこで、えー、私とアビタスで出会うことになります。 で何をきっかけに出会ったかというと、CIA という資格で出会うことになるんですが、はい、水野様はは CIA、これもちろんパスしております。今日は視聴者の皆様に、えー、どういった形で、またどんな勉強方法をしたのかとか、大変だったことは何かといったことを聞いてみたいと思いますし、実は、実はですよ視聴者の皆さんは、この水野様はなんとトリプルライセンスということで、CIA 取った後なんと CPA。CPA で終わらず CFE、C まあ公認不正検査士ですね、そちらも取得されるという、ですねあのもうあの見ての通り、完全にいけてるおじ様になってしまいまして、もともとなんですけど、ますますかっこよくなってしまっているというところでございますので、水野さん、は今日は CIA のお話をねしていただければと思っておりますので、どうぞ。今、お話にも出ましたけど、そうしますと、CIA を取得しようと思ったきっかけというのは、やはり2018年に、白報堂さんの方で、御社の方で、 監査室に異動になったからというのがきっかけでございますか。はい、おっしゃる通りです。あの、内示を受けて監査室だと言われたときには、正直私自身、会計監査と内部監査の違いすら理解をしていませんでした。うん、で、移動して、社内研修を通じて、また過去の内部監査報告書を拝見して、あ、監査の仕事というのは、アシュアランスの提供。 言い換えると、対象部門の評価をすることだということに気づいたわけです。うんはい、で、ここから私の性格に起因するんですけれども、何かを評価するということを行うのであれば、ベースがないと、それって、がでん飲水になってしまうよねと、自分の尺度でやるのではなくって、何かきちっとしたことで尺度を決めてと。 その時に会社が最初に通わせてくれたのが、日本内部監査協会の研修だったんです。で、日本内部監査,の内部監査協会の研修を通じて、あ内部監査には国際フレームワークがあって、その国際フレームワークを理解した人に与えられる CIA、これ、響きだけ聞くと、 なんかかっこいいじゃないですか。ジ <laughs> ェイソン・ボーンみたいで。<笑><笑>ですので、あ、それであれば、評価をする仕事のプロになるには、フレームワークを理解することが必要だろうなと考えて、2018年8月から、アビタスにお邪魔をさせていただき、当時あった八重洲校の夜の授業で、初めて伊藤先生とお会いした次第です。ありがとうございます。 なるほど、まあ、じゃあ、それがきっかけでやっぱり評価をする側に立つなら何かのスタンダードというか、まあ、そういったフレームワークに行き着いたときにそれをしっかり学ばなきゃいけないと、はい、でその結果、まあ、CIA というのがあるから、はいえー、IIA が出している CIA 試験で、えー、しっかり取ろうということになったわけですね。はい、でこの CIA 試験な私ちょっともう忘れてしまったんですけども水野様の,その戦績。結構これは、まあ 全科目一発合格、全パート一発合格する方も、まあ、いる一方を、はい、一方で結構苦戦される方もいらっしゃるんですね、これ。そうでしょうねというふうに申し上げます、<laughs> あえて。意外と舐めてか,かると、はい、みんな,なんかドつぼに余って、なかなか合格しないと人もいらっしゃいます。はい、そんな中あの、水野さんはちょっと私、たぶん以前聞いたかもしれないんですけど、結局、何勝何敗というかだったんですえ私は1敗してます。あいえー、とどっかで1回 はいいいっぱいしてます具体的にはパート2が落ちました。うんうん、はい監査実務。今はちょっとシラバスが変わってるかとは思うんですけども、監査の基礎、監査の実務、これがパート1、パート2、そしてパート3が広範なビジネス知識ということで、いろいろなものが勉強しなければいけない。うん、で、えー、8月から受講開始して、11月末、 にパート1を合格しましたはい、い,いですねで。はい。あの、おかげさまでだったんです、ここは、はい、正直言って。はい。で、えっ、ー、と、早く来たので、先ほどの先生のご発言にもありましたが、なめてかかったわけではないんですけれども、年末年始に勉強もしたしということで、2ヶ月ぐらいの勉強で、まあ、パート2受けに行ったんですよ。なるほど。はい、はい。で、監査室にいるしというふうなことで、 実務は大丈夫だろうと。もう実務経験も移動して8か月経ってて、ある程度ちょっとやってるしと思ったんですが、はいえー、当時は CIA の試験。 受けに行かなければいけなかったじゃないですか、はい、く伊藤先生の時もそうでったと思いますけれども、うん、今なんか自宅で受けられるようになってるというふうにやろうと思えばできるんですけど、結構なんかこう周りにものがないかとか、はい、結構ハードルが高くて、やっぱり皆さん受けに行かれますねあそうですか、えー、それでは、じゃあの、あえてその話をしますが私は茅場町というところに試験会場があったので、うん、そこに受けに行きましした私ももででですすそうですか、えー、でパート2、えー、忘れ,もしれない成人の日でした。 あ2019年の1月20日でしたっ20日か1月11日だったか、そのあたりだった気がするんですよ、はい <laughs> はい、それで、えーと、ビルの7階か8階、そこのところで受けて、はい、で、受け終わった後こちらにサインをしてくださいと言われた後 <laughs>、うん、係の女性が。 こちら試験結果の速報ですということで、茶色の封筒に入れて、試験結果の速報をくださるんですよね。そうで、すすそうで,す、はいはい、で私、実はもう、時間も残して、正直終わって出てきたんですね。で、まあ、これ落してねえだろうなと思って、エレベーターで1回着いて、出口出て、ガラガラっと開けて、封筒の中の書面。 不合格って書いてあったのを見た瞬間に、近くの植え込みに座り込んでしまったんですね、思わず。<laughs> えこれ落ちねえだろうと。なんでと。いや、見直しもしたし、それでも時間余って出てきて、いや正直もう訳が分からなくなってしまったんです。はい、それで、ご記憶にあるかと思いますが、えっ、ー、と、アビタス。 での伊藤先生の授業を何度受けてもいいシステムになっていましたから <laughs>、伊藤先生の授業にもう合格してるパート1のところにちょこんと行って、終わった後、すいません先生と。実は、パート2落ちたんですと。で、これ落ちてしまったことによって、1月に受けて落ちると、3ヶ月間、 パート2をもう一度受験することができないという決まりになっているので、ここでやることでいうと、パート3に進むということになるんですがと、ちょっとなぜ落ちたのかも分かってないんですよというご相談をさせていただいたのが、えー、あれは確か新宿校での授業だったというふうに記憶しています。その相談にいらっしゃったのは覚えてます、私、なんか記憶があります。はいはい 試験に落ちるという経験をしたのは、本当に成人する前、いわゆる30年ぐらい前の話ですから、30年以上前ですよね。いやもう、本当しばらく呆然としてしまいまして、萱、うん、場町から帰りの東京メトロに乗ったんですが、乗り過ごしまして、<laughs> え、覚えてるわも <laughs> そのぐらい正直ショックだったんですね。 で、人はこういうときこの試験脱落するんだろうなと、正直思いました。で、そこで先生からいただいた金言、忘れていません。あの、先生からいただいた金言、これはもう本当に CIA の受験生の皆様には、ここを絶対忘れないでいただきたいなというふうに思っているんですが、伊藤先生に言われたのはこの試験は、 博報堂という水野が勤務している会社のやり方を質問しているのではないんです。問われているのは IPPF のフレームワークで何を定めているのかの基準なんですと。うん、ですから、会社がどうやってるかで問題の答えを判断してはいけなくって IPPF の基準に行くともっと とも正しいと推測される選択肢はどれなのか。ああその視点で僕は回答してなかったなと<ー>いうことにその段階で気づいたんです。で、一旦切り替えて、パート3の学習に行こうと。うん、で、パート3、いろんな内容はありますけれども、うん、パート3は基本的には理解が問われるのではなく、うん 暗記問題じゃないですか、言ってしまうと。まあ、ある程度こと。マズローの五大欲求説とか、<laughs> そういうところに行きますと、リーダーシップ論とか、うん、そういうところはやはり暗記しなければいけないというところがあるので、まずそこを暗記し、その上で、IT という監査人にとって理解しなきゃいけない内容は、これは構造を理解していくんだというところを掛け合わせて、うん、幸いにも、 パート3を一発合格しました。はい。で、これが3月に合格をしたので、そこからもう一度パート2。今度はテキストをガンガン読み込んだんですね。はい。で、テキストをガンガン読み込んだ上で、何が問われているのかということを改めて、この試験にパスするために IPPF で問われていること。 正直、赤本と言われるあの本もリファレンスとして何度か確認をしました。はい。で、先生に質問させていただいたことの一つに、うん、他の教材も使用した方がいいでしょうかということもお聞きしました。ええー。はい。で、先生から、いや、それははっきり言って意味がないと思いますというようなお話もいただいたので、結局他の教材は実は買ってしまっていたんですけど、1ページも開きませんでした。<laughs> はい。なぜかというと、パッと見たときに、あれこれ、アビタスの MC 問題と、8割ぐらい、あ<ー>もう、共通してるなってことに気づいたんですね。あ、であればと。で、もう一つ先生からいただいた金言。せっかくアビタスにいらっしゃってるんだから、アビタスを使い倒したらいかがですかっていうお話もいただいたので、<laughs> いいではい。それまでは全くやってなかったんですが、質問があると、質問を、 メールでバンバン打ちました。ということで、おかげさまで4月にパート2、2回戦で合格をしたという3勝1敗、えー、結果、約8か月ぐらいの勉強期間で CIA は無事にパスすることができた次第ですあ,すあなるほどですね、結構、そっか、そこまで早かったんですね、すはい、そ,そうなんだ。だじゃあ パート3もしっかり暗記して、一発パスですから、その後じゃあすぐパート2に行って、はい、まあパスされたってことですね。そうですあ。そうですか、すごいな。そうすると、今お話を伺ってると、まあ、やっぱり一番大変だったパートはどれですかって聞かれたら、まあ、パ,パート2になるわけでございますか。はい、おっしゃる通りです。うん、はい。いろんな意味で大変でした、そういうわけで。<の> <laughs> はい。まさかそれ落ちると思ってなかったっていう,ふうのも当然あるんですけれども。えーうん この試験、いくつかの,その難しいところがあると思います。うん、そのうちの一つが、日本語が難解なところじゃないですか。うーんはい、で、ちょっと不損な物言いになりますけれども、広告会社というコミュニケーションの会社に勤めていると、やはり、え、一回読んでわからない文章というのは、 これはやはり伝えようという意思がないというふうなことをずっと教わってきたんです。はい、要は、あの白鸚さん、まあ、御社に勤めてらっしゃる方からしたら、それはもうアウトだとあの。はっきり申し上げると、アウトな問題、多いですよね、い。そね、<laughs> <laughs> いや、あの、それあのおっしゃる通りで、原文がやっぱりこれ、英語の問題なので、すべて。はいそれを まあ、内部関西日本内部監査協会が訳してるのか、あれなんですけども、訳してるんですよね。はい、でもとは全部英語の問題なので、やっぱどうしてもこう、っていうのもあるんですよね、はい、でそういう問題が多いということに、慣れなければいけないということは、うん、パート1、パート3を合格したことで慣れていたとは思うんですが。 実務編で一度落ちていることもあって、IPPF が言っていること、規定していることに戻ると、結局、問題文読んでわからないことが、いろんんなことを考えてしまうんですね <laughs> 問われていることはどれなんだろう、う時間との戦いの試験でもあります。うそうなってくると、最も確からしいのを選んでくださいねっていうことを伊藤先生から何度も言われたんですが、えっ 2つ、どっちか分からんわ、これって最後、残っちゃうんですね。そういうところで、やはりパート2が一番大変でした。2>, うん2つに選択肢が残ったときに、はい、結局、パート2はパスされたので、まあ、合格になった、はい、ということですけれども、はい、まあやっぱりもう僕もあの授業ではもう毎回、最終的には一番確からしいものを選ぶしかないんだと。 はい、申し上げてるんですがそこで何かこう、はい、迷っても選んだ何か決め手っていうのは何だったんでしょうか、その最後、一つの選択肢、はい。はい、えっと、まず1点目が、えええー、別にこれはよいしょしてるわけではございませんが、<え>伊藤先生のライブ授業です。ああ、ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、パート2の授業、私、都合、3回お邪魔したるんですね。 アビタス使いたしうがないか、お前みたいな話なんですけど、いいーンデスもどんどん使ってほしいんです、はい、私は、はい。で、その時に伊藤先生が、最近の傾向として、こういうところが狙われていますというような表現で、今の監査において、ここが重要になっていますというお話を随所にライブ授業でされていました。となってくると、 この残った4択の中から2つらの正解と思われるものが残ったものの中で、あ直近、IPPF が狙っている、IIA が狙っている、重要視しているとこからすると、関連性はこちらが高いんだろうなあすごいということの推測がまず1点目です。うん 2>, はい、2点目、これは万人に共通しないんですけれども、英語の原本を見ました。うん 切り替えができたので、一、うん、回読んで分からず、二回読んで分からなければ、英語の原文読みました。で、それで、あ、これで言ってるんであれば、もうここだろうな、というようなところを、えー、選ぶようにしました。そして、三点目は、もうはっきり言って、賭けです。賭けと申し上げたのは、ここもライブ事業に初めて知ったんです。全部採点されないということです。 <laughs> はいです,、はい、ですので、この100問、120問の試験、全部採点されないというのを、実はライブ事業の後半に出るまで私、理解してなかったんですね。でえ、そうなんだと思って、そこのところを初めて知った後と、いうことは、難問、疑問と思われるものに、時間を費やすことは無駄だろうというふうに思ったので、これは明らかに英語を見ても、 またライブ事業でのトリガーとなるような情報、ここから見ても要素が紐解けないであれば、これはもうダミーだというふうにかけて <laughs>、はい、ここに時間を使うのは無駄だ,だと、はい、こっちいった感じで解いていきましたなるほど、なるほど、なるほど。でも、すごいあれですね、あの最終的には水野様の解き方っていうのは、すごく原理原則に沿ってます。 合格者の方って、やっぱりそこに行き着くかなって思ったのは、やっぱり IPPF が何を言ってるかということ、そして、まあ、作文者、まあ、直近の流れ、直近狙われやすいポイントから、あ作文者はこうだろうというふうな形で類推いただいていること。 そしてそれでも分からないときは英語を見てやってることっていうのは、やっぱりこれは非常に大事なポイントでして、はい、私も授業でこう言ってるんですけど、中にはですよ中にはこう大変苦戦されてしまって、僕のまだ伝え方があれだったのかもしれないんですけど、なかなかこう苦戦されている方もいるんで、はいえー、中には私の口から永遠と言い続けるより、水野様のようにこう合格者の方の口を借りてこうおっしゃっていただけるとですね、はい、あのこの視聴者で、 今少し苦戦されている方もあの響くかなとは思いました、はい、何よりですなるほど、そうすると今、あの伺ってて、僕、さらにちょっと聞きたいなと思ったのが、はい、1>, 1をあのすえっ、ー、と、何ヶ月ですか、パート1。例えば3ヶ月ですね。3ヶ月ですよね。はい、3ヶ月のこのスピード合格ですが、はい、これは1、2を一通り聞き終わって、はい、1>, で1にかたっていう理解でよろしいんでしょうか。はい、おっしゃる通りです。 ワン、ツー、スリーまでいったんですか、ワン、ツー、スリーまで行きま一回全部聞いたんですね。はい。はい、なぜ全部聞いたかというと、<laughs> その方がいいですよっていうようなことを、やはりこれはアビタスの他の先生にお勧めされたことがあったので、実を言うと、ワン、ツーでもうそこをちゃんと深くやった方がいいのかなっていう考え方もあったんですが、全体像を知ってからの方がいいかなと思ったので、授業は全部聞きました。ただし、ワンを最初に受けることを決めていましたので。うんうん 問題集その他は1しかやりませんでした。なるほど、なるほど。はい、なるほどですね。じゃあ、えっとど、どうでしたワン、ツー、スリー、やっぱり一通り聞いて全体像は,は測った、なんていうか、読んだ方がいいかなっていう思いはやはりありましたありました。あそうなんですね。個人的にはありました。それは受験生皆様のバックグラウンドが違うのでうんん、えー、どのようなことがいいのかということは正直言ってあります。 正直言ってありますけれども、私の場合で言いますと、結局、初めての内勤であって、それが内部監査であって、ということからすると、会計知識が全くなかったに等しいこともあったので、うん、全体像の中でどういうことが問われていくのかということを理解した上で、じゃあ、何を深めるのか、何を 理解することが最低限必要なのかという強弱をつけるポイント、ここを理解するためには、一通り先に学習してから深める、試験に臨むパート1を深掘りをさらにしたというのは、結果として短期合格につながったんではないかなと、個人的には考えていますす、うん、あ,ありがとうございます、はい、でパート1を受けに行くときには、2はじゃあ水野様のお話を伺うと、特にはやらなかったんですか1だけやって、はい はい、おっそれはあれですね、すごい、すごい、結構、あの僕はワツー同時に勉強して、はいえー、それでワンいって、その後ツいってくださいって形で、まあ、多くの方ってそれでやってるんですけど、ワン、はい、だけやって、もう告白されちゃったって感じなんですね。そこが間違いだっ,ったと思うんですけど、い,やいやそんなそんな,ことないです2はやっぱりあの、本当に錯覚したんですね、勘違い。だから、MC なんかもう、あれ、ある程度解けるよなと、うん、あそりゃそうでもない、やってるもんな、俺今<ー>とかっていうふうなことで。 思っってしまったことがあ,まりでした、はい、あと、ワ、ま、ン、あ、を受けに行ったときに気づけばよかったんですが、たまたまワンで受けた試験,は試験問題は、アビタスの MC 問題をなんとなく感じさせる、うん、もちろん、同じ問題は一つも出ません、うん、同じ問題は120問の中で一つも出ませんが、なんとなく感じさせるものが多かったんですね。うん ですので、その時の錯覚、誤解、あこれでいくと、MC を解いていけば、MC をひたすら回せば、自分の今の実務経験もあるから大丈夫だろうなっていうことで、調子こいて、成人式でいいわけにいっちゃったんですね。なるほど。<laughs> はい、ありがとうございます。 そうすると、まあ、今のお話にもあったかも分かりませんけどその具体的なま勉強方法、はい、まあ例えばそうですねあのタイムマネジメントも含めて、はい、ま朝勉強されたのとかなあの仕事終わった後、はい、夜はこれぐらいやったとかって、はいうっていたいと思、はいます。<music>